はい、皆さんどうも、こんにちは。ムービーソラカのパパでございます。ほんとごめんなさい。2つ続けて動画ね。ソラカなし。まあ、1本目は、さっき上げたダイエット動画。そしてこの動画となってしまいました。ほんとにごめんな。ソラカさん、お借りしております、チャンネルを。ただ、このタイミングでやりたかった。今日はやりたかった。なので、これを紹介したいと思います。焼きそばペヤングの、もっと激辛マックスお湯散布。これね、今日11月の7日ファミリーマート先行発売で先ほど買ってきましたね。昨日ヒカキンさんが動画を上げてる、すいませんまだ見てないんですけども、もうこれね、激辛といえばね、この間2人が中谷さんのパパとね、この辺出てるかな、やりましたよね。あの、18金カレーもそうだし、デスソースカレー。まあ、デスソースカレーは食べれた。18金カレーはあれは無理だろう。無理ですよ。で、今回これ試してみたいと思います。じゃあ早速開けてみたいと思います。今さ、ペヤングにもこの湯切りってついてるんですよね。これ便利。見た目ですが、普通ですね。普通のこの、ペヤングね。ペヤングね、この湯切り線ができてからちょっとね、嫌なんですよ、僕。なんでかっていうと、ペヤングってこれお湯こぼした時に、この火薬がこぼれるじゃないですか。なので一回、僕はこの麺を出します。出して、まあ、避けておいて、この火薬を先入れるんですよ、麺の下に。麺の下に入れると、湯切りした時にこぼれないです。これね、すんごい便利よ。これで、まあ、火薬こう、どうかな、入ってるんですよね。ここにこう入れちゃうんですよ。そうすると湯切りした時に火薬来ないです。いいでしょ。で、あともう一つ、これ出ました。この、激辛ソース。さあ、これもね、ちょっと後で入れてみたいと思います。じゃあ先、お湯入れてきます。帰りはお湯を入れてきたので、ここから3分、上がりましょう。はい、それではですね、お湯を切ってきました。切ってきて開けたいと思います。これさっきのね、ほら、ね、見てよ、美味しそうだね。普通のソースでいいよね。で、それではかけてみたいと思います。待望の赤いソースですね。赤いソースかけるよ、ここに。あー、やだな、赤いソースね。見えるかな、ちょっと赤いソースじゃ見えるようにしましょうかね。赤いソース、赤いソースをかけたいと思います。ここに、はい、それではここに赤いソースかけます。いい、お、普通じゃね、めちゃめちゃ普通だ。うん、ちょっと赤いかなって感じするけどね。え、じゃあこれちょっとかき混ぜていきましょう。ペヤングをかき混ぜるときは豪快にしないとね。本当はダイエット曲やってるからね、あれなんだけど、でもこれは辛いのってさ、食べなきゃダメでしょう。そのうちね、きっとカエルパパさんとかね、コウモさんとか、みんな食べてくれるんだろうな。ワクワク、ワクワク。さて、我こそはって人もね、ぜひコメントくださいね。食べてやるよっていう、18金カレー余裕だよっていう人もね、ぜひコメントください。はい、では、できました。これで、どう、いい感じ？いい感じかな？よっしゃ。こんぐらい混ざりゃいいだろう。ちょっとこぼしちゃった。まあ、いっか。はい。よいしょーん。はい。生きてる。ほい。それでは、食べてみたいと思います。うわ、普通なんだよね、見た目が。ほんとにこれ見てほら。普通でしょ？これ、いただきまーす。あのね、ちょっとこの辛さはピリピリくるんじゃなくてドカンってくるんだよね。あの18金カレーにちょっと似てる、似てるわ。デスソースカレーじゃないけど、18金どっちかって18金カレー寄りだね。これ辛いよこれ。あー、やばい。でも僕、あ、言うの忘れてたんですけど、僕辛いのダメなんですよ。
うちのカレーも甘口なんですね。甘口なんですよ。うのくらい辛いのダメなんですけど、あのね、18禁カレーとかいろいろ辛いの食べてるうちに、少ーし平気になってきた。うん。これでも美味しくなってたぞ。水もかー、水忘れなんて、水もとかー。はい、水持ってきました。やばい。うん。ちょっともう食べれねえかな。これはね、辛いのがダメな人は、あー、後から来るわ、これ。すごい。うん。似てる。似てるよ。18禁カレーに似てます。これは辛いので、食べるときは要注意でございます。ぜひ皆さんも、今日は11月7日なので、ファミリーマート限定で今日は発売して、この後発売になるみたいですね。詳しくは、ホームページをご覧ください。はい、もしこのチャンネルが、この動画が良ければチャンネル登録といいねボタン、本当に空から出てなくてごめんなさい。まあ、近々ね、動画にしますけど、放置されているソロパパ TV のチャンネルの方をですね、本格的に稼働させていきます。もう僕はこの場を借りてるだけなので、お金賃料を払わなきゃいけないんでね、ソロパパさんにちゃんと払ってます。何払ってんだろう。まあいいか。ではまた見てね。バイバイ。